セーヌ・マリティーム県は、フランスのノルマンディ地域県の県である。1790年3月4日、フランス革命後の1789年12月22日の法令施行によって、旧ノルマンディ州を分割して、セーヌ・アン・フェリュール県として誕生した。1955年1月18日、現在のセーヌ・マリティーム県に改称された。ルーアンには、 カトリック教会の大司教座が、ルアーブルには、司教座が置かれている。セーヌマリティーム県の地図セーヌマリティーム県は、セーヌ加工を持ち、イギリス海峡に面している。ソンム県、オワーズ県、ウール県と接する。県内には、長ク室の平野である、高地方を抱える。セーヌマリティーム県は、海洋性気候であるが、海岸部と内陸部とでは、気温が違う。冬季の気温は、 県東部より海岸部が温暖である。夏季には反対に海岸部が涼しい。標高の高いブレー地方では、冬季に降雪を記録することが知られている。南西風、または西風が主流である。秋と冬にはこれらの風が嵐をもたらす。県全体として、年間降雨量が多い。出展、スプルフ、2006年及び2007年 INSEE。 第三次産業が7割を占める。聖ヌ川谷工業地帯を持ち、ルーアン、ルアーブル、ディール・ボンヌが代表的な工業都市である。石油生成所のほか、自動車産業が盛ん。パンディーとパリュエルの2カ所に原子力発電所がある。ありがとうございます。